まあ、これまで、まあ、財務省、まあ、あるいはマスコミの一部によってですね、まあ、刷り込まれてきた、まあ、財政や税制の常識というものが本当に常識なのか、私昔あの財務省のマインドコントロールという本も書いてるんですけれども、そのマインドコントロールにかかっているのではないかという意識からですね、基本中の基本の議論をね、大臣と財務省の皆さんとしていきたいと思うんですよ、ね、直近の日本の個人の金融資産はいくらですか。お答え申し上げます。昨年12月末時点、家計の金融資産、日銀の資金循環統計によりますと2141兆円でございます。江田君、2141兆円ですよ。じゃあこれに国と企業の金融資産を合わせた全体の金融資産はいくらですか。同じく昨年12月末時点でございますが、国内全体の金融資産9740兆円でございます。江田君、ほぼ1兆円ですよ。じゃあ対外純資産はいくらですか。お答えいたします。これは直近最新の数字が令和4年末ということになりますが、対外純資産 418.6 兆円でございます。江田君、418兆、世界最大の債権国ですよ日本は。外貨準備はいくらですか。お答えいたします。こちらはちょうど本日の朝3月末時点の外貨準備、公表しておりますのでその数字でございますが、1兆2907億ドル、3月の基準外国為替相場で換算いたしますと約 189.7 兆円でございます。江田君、190兆円になんなんとして年々、ね、今の為替相場もありどんどん増えていると。こんなに外貨準備持っている国ありませんから。もう先進国はみんなこの10分の1、20分の以下で残高、この議論はまたします、この財務金融委員会でね。経常収支はいくらですか。こちらは令和5年、歴年の経常収支 20.6 兆円の黒字でございます。なお、先ほど私、外貨準備のドル建ての数字、ひょっとすると1兆2907と言ったかもしれませんが、切り下げ、切り下げの関係で言いますと、より正確に言いますと、1兆2906億ドルでございます。個人金融資産は2141兆円。国全体の金融資産は9704兆円、対外純資産は418.6 兆円、外貨準備は190兆円弱、経常収支も20兆円。どこが破綻するんですか、この国が。ね、取るべきところから取ってないから、厳しい、厳しいと、ね、財務省は言ってんでしょ。ね、厳しい厳しいと言わなければ消費増税できないから今まで言ってきたんでしょ。取るべきところから取ってないんですよ、日本の資金保有量というかね。これは別の言葉で言うと日本の支払い能力とも言うんですよ。今私が答えていただいた数字はすべて日本の支払い能力はね、天下一品なんですよ、ね、しかしこれだけお金があるのに自民党の政治は、ね、超大企業と富裕層におもねる政治。なぜならば超大企業からいっぱい献金をもらい組織をもらう、業界団体もそうでしょう、ね、そういう政治なんですよ。いや、そういう政治があってもいいでしょう、民主主義ですから、ね、それもある一部の国民を代表されてるわけだからいいと思いますよ。しかしね、国民に幸せをしないでほしい。取るべきところから取ってないから、ね、また防衛増税、今度は健康保険料を値上げする必要は全くありませんから。これは代案も含めてまたこの委員会でやります。今回じゃなくて次回以降やりますからね、よく覚えておいていただきたいと思います。